こんにちは、セロと申します。今回の動画は、本日登場したイタリアリーグガーディアンズ、こちらのガチャ評価やっていこうと思います。搭載されたメンツ見ていくと、エピックはマルディーニ、アウダイール、ベルゴミ、この3名で、ハイライト選手はこちらの8名ですね。まあ、ハイライトに関しては、当たり枠はダニーロかなと思います。それ以外は、まあ、当たっても使う機会は少ないかなとは思います。やっぱ守備の選手なんでね、B コテいたら使わなくなっちゃうんだよな。今回ね、ガチャ評価ということで、まずはエピック選手の評価やっていきます。詳しい育成、おすすめのスキル追加は、個別で動画出しているんで、そちらチェックお願いします。でまず一人目はマルディーニですね。まあ自分ビッグタイム版をずっとガチスカで起用してたんですけど、まあそこと比べて使用感どうだったかっていうと、まあ明確な違いというのはまだね感じづらかったですね。まあただ能力的にはセンターバック起用で上位互換なんで、まあ、これから試合数こなしていって感じてくる場面なのかなとは思います。まあ、感じた部分で言うとやっぱアグレッシブネスだね。この能力が結構上昇しているんで、まあ、ガツガツ守備に行ってくれるような感じはしましたね。まあ、また今週もめっちゃ試合やると思うんで、何か明確なねここがすごいっていう部分があったら、まあ、配信なので話していこうかなと思います。まあ、スキルはもう完璧で、あとはワンパスルーパス、あとはヘッダーとか追加してあげるといいのかなと思います。まあ、ブースター発動して初期能力でこれだからね、間違いなく環境トップのセンターバックだと思います。そして2人目アウダイールですね。この選手もかなり優秀でブースター発動してこんな感じです。まあ、ただね身長が183センチと低めなんで、まあ、そこをどう能力で補っていくかって感じなんだけど、まあちょっと物足りない感はあると思いますね。スキルは優秀なんですけどね、やっぱりねマルディーニと同じガチャにいちゃうとね、まあ、B 固定のディフェンスを今回初めて獲得する方は、まあ、かなりねガチスカに入れていい選手だと思います。そして3人目はベルゴミということで、今回初搭載の選手なんですけど、ブースター発動してこんな感じの初期能力、まあ、センターバックサイドバックこなせる選手で、まあ、センターバックでのね裏総合値は104いくんで相当やばいんですけど、ベルゴミに関しては身長が184センチとちょい低いかなっていう感じではありますね。ただベルゴミに関しては能力で補えちゃうんで、かなりセンターバックも強いんですけど、実際に自分が使った感想としてはちょっとセンターバックはやりづらいかなと思いました。まあ、育成いろいろこれから試してみますけど、最初の印象としてはそんな感じでしたね。なので基本サイドバックベルゴミ置いて 2CB をマルディーニ、アラウホ、この2人で並べようかなと思ってます。まあ、期限終わる前にもう一度評価していくんで、ぜひそちらを見てほしいんですけど、まあ、今の段階だとベルゴミはサイドバックかなと思います。あとスキルに関してもブロッカーエアバトルはしっかりつけてあげて、あとワンパスルーパーあたりもつけたいですね。まあ、ただね間違いなくベルゴミに関しても環境トップクラスのディフェンダーなんで、まあそのトップクラスが2人いるガチャって考えるとかなり引き毒ですね。まあ、今回のディフェンダーガチャに関しては守備の補強をしたい方はお迷わず引いていいガチャだと思います。まあね、もう一つスペインリーグアタッカーズのガチャが来てるんだけど、まあ、比較はできないよね。ほんとフォワードの選手補強したい方はスペインリーグアタッカーズ、守備の B 固定揃えたい方はガーディアンズっていう感じになっちゃうんで、個人的なおすすめ度合いで言うと、まあガーディアンズ寄りかなと思うんだけど、クライフがいかんせん強すぎるんよマジで。まあなのでね、何回も言うようだけど、やっぱり守備攻撃どちらの選手が足りないかで引きに行くのを決めたらいいのかなと思います。まあ期限終わる前にまたねイタリアリーグガーディアンズのガチャ評価もやっていくんで、ぜひそちらもチェックお願いします。そして最後にチャンネル登録高評価もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。